嵐の松本潤40、が主演を務める NHK 大河ドラマ、ドーる、家康、日曜後8.00の最終ビジュアルが完成し16、解禁された。三方ヶ原、長篠、設楽玄、小牧長久、関ヶ原、そして大阪の陣、戦なき世を作るた。幾多の戦を重ねてきた、主人公、徳川家康、白、から、 狸親父へと変貌を遂げ、王道から波動へ転換し、天下人への道を突き進む家康は何を詰めているのか。髭には白髪も混じり、威厳に散った、老聖の面持ちが公開された。物語は天下、ケメの関ヶ原の戦い、豊臣家との全面対決、第の陣へ。いよいよクライマックスを迎える。で、院を担当したのは、 三人の若手グラフィック、ザイナー、浅場魂、飯高武都石井玲氏に、ルユニット、グーチョキパール、グーチョキパー。激動の戦国、大を駆け抜け、演熟した家康。天下統一の大意を成す人の、顔はどんなものだったのか。道、ル、家康最後のポスタービジュアルとして、松、淳さんがこの作品を通して表現してきた家の集大成としての表情を切り取りたい。 研ぎ、増されたその一瞬に、家康の人となり、その歴史を映し出したいと考えたと意図を説明。ほのか、巧妙の中で、じっとこちらを見据えるその表には、喜びも、憂いも、怒りも、愛も、そして太平の絵の祈りも内包されているように感じる。青、時代から新時代の幕開け、光の世界へ。その表は深く、重厚で、恐ろしく美しい、出来栄えに、 生、統括の村山俊平チーフプロデューサーも、安氏は何を見つめているのか、瞳の奥には何が、っているのか。そして、この家康自身も、また、人、なのか、怪物なのか。ポスタービジュアルの前、立つ、私もまた、どうするという思考の選択を、られる、不思議な表情の、家康ですと称賛。戦国、いう、積み重ねてきた過去に思いを馳せるの、江戸幕府という、 新しい日本の未来を見据えいるのか。今日の日本には、家康が生きた証が金にたくさんあります。それぞれに、どんな意があったのだろう。どんな願いが込められてたのだろう。今生きる、この世界を家康の目線、捉えたなら、とても素敵なものが見えてくる、もしれません。大河ドラマ、どうする家康をご、になっている皆さんに、そんな瞬間が訪れた、幸いですと呼びかけた。 一周休止だった放送は17から再開。第35は、欲望の怪物がオンエアされる。安氏はついに上落を決意、豊臣秀吉、室尾強、進化に入る。